なになに。はじめまして、私はスーパースパイのアンドリュー。先日、宇宙から帰還してきたあなたたちの活躍を見てこの手紙を送りました。私は今、とある目的のために捕獲しています。唐突な誘いで申し訳ないのですが、私の目的に協力してくれませんか。すみません、肝心な目的が何なのか記載していませんでしたね。私の目的は、悪の科学者、ドクターオーシャンの計画を壊すことです。彼は海底に基地を構え、大陸を海底から破壊しようとしているのです。信じられないと思いますが、残念ながらこれは事実です。どうか、私に力を貸してください。アンドリュー。マジか、これマジか。マジです。アンドリュー。ここがドクターオーシャンの海底基地。嘘くさいと思ったら本当に基地があって驚いたわ。にわかには信じられないぜ。ドクターオーシャンの邪悪な計画をサクッと阻止してこよう。ヤスの基地に到着しましたね。それじゃあ作戦を開始しましょう。了解。まずは指定の場所まで進んでください。見ての通り、この基地内は罠だらけですから十分気をつけて。なんか本物のスパイ活動してるみたいでワクワクするわ。本物のスパイ活動してんだよ。あちらを見てください。あの黄色い床や壁は高熱になっているので、くれぐれも触らないように。わかりました。ドクターオーシャンは一体何者なのかしらね。普通の科学者じゃ海底にこんな大規模な基地は作れないぜ。確かに、相当すごい人物なんだろうね。次の部屋はどんな感じかしら。私たちはコアに近づいています。この場所はかなりセキュリティが強化されているので、壁の一箇所に C4 爆弾を設置しておきました。そちらから進んでください。 C4 爆弾って、さらっと言ってくれたけど、どえらいもん持ってきたな。これが C4 爆弾だね。やばいやばい、爆発するから離れるわよ。ドカーン。まだだよ。あ、予想以上に大爆発じゃなかった。うまくいきましたね。この先は泳いで進んでください。おお、まさか泳ぐことになるとは。アンドリューさん、この海みたいなのは何ですか？地雷です。今地雷と聞こえたような気がしたんですが。触ると当然木っ端みじんになりますから絶対に触らないように。震えが止まらない。基地の床にこんなものを仕掛けておくなんて用意周到ね。下手したら自分の基地の床が爆発でぶっ壊れるかもしれないのにな。先ほどの爆発でドクターに私たちが侵入していることが気づかれてしまいました。今まで以上に気をつけて先に進みましょう。マジかよ、スパイなのに気づかれていいのか。大丈夫です。最終的には彼を捕まえるので、気づかれても問題ありません。だったら大声でドクターオーシャンの悪口を言っても構わないってことね。わざわざ相手を刺激してどうすんだ。この赤い液体はワインかな、それともケチャップ薄め液かな。どちらでもねえ。この先はドクターオーシャンの隠れ家です。幸運を祈ります。大丈夫かな。ドクターがどんな面してるのかしっかり拝んでやるわ。なんだよこれ、これ隠れ家なのか。なんかボソボソ喋ってるけど、なんて言ってるんだろう。愚かなスパイども、私の基地に入るということは死を意味することを知らなかったのか。あ、ご丁寧に大きな声で喋ってくれた。お前がどんなやつか詳しいことは知らねえが、お前の計画は実行させないぜ。威勢がいいことだ、だがお前たちには無理だな。ちょ、あれがドクターオーシャン。魚みたい。海底に居続けた結果ね。んなわけねえ。あの扉に入ればこの部屋を突破できる。ご無事で何よりです。最深部までもう少しです。頑張りましょう。最深部には大陸を破壊できるほどのエネルギーがあるんだろうか。そのエネルギーの電源を切って、二度と起動できないようにしないとね。エネルギーはスイッチ一つで簡単に電源を切れます。ドクターオーシャン、私たちを甘く見ていたのが失敗だったわね。あった、あれがスイッチだ。皆さん、本当にご苦労様です。これでミッション完了です。ドクターに気づかれた時はどうなるかと思ったが、うまくいってよかったぜ。間もなくこの基地が倒壊するので、こちらから外に出てください。こうしてドクターオーシャンの計画は破綻した。世界の平和は静かに守られたのだった。うわぁ、コックピットってこんな感じなんだ。これが一般的なコックピットね。一般的なコックピットがこんな単純なわけねえだろ。イエーイ、最高。なんでミラーボールが出るんだよ。こんな感じでダンスに夢中になって運転しましょう。最初はどこへ行くの？僕の家に帰ろうかな。なんでお前の家に行くんだよ。おお、離陸したわ。おいおい、こんなんで大丈夫かよ。前見てないけどうまく運転できている気がする。このまま行くと山があるけど大丈夫だよ。全然大丈夫じゃねえよ、ちゃんと前見て運転しろ。そろそろ牧場へ着くわよ。そもそも牧場へ降りて何するの？何しようかな？牛乳でも飲むか？特に目的ねえのか。
間もなく、牧場、牧場、何もない牧場。本当に何もねえな。あれ、荷物が置いてあるね。なんだ、もう着いたのか。うわぁ、何か乗ってるー。ちょ、話せー。なんだこの害虫は。今こいつの闇を見た気がするぜ。うわぁ、無線で乗って悪かったよー。さてどうするか。この山田くんは厳しいからね。きっとこのペンギンは串焼きにされるわよ。許してやってー。まったくしょうがないな。今回は許そう。こいつのこと置いていく気満々じゃねえか。け、なんだいなんだい。なんでもないですすんません。まあまた戻ってくるから。さあ次の場所へ出発よ。次は南の島に着陸だ。おお、これぞ飛行機旅行って感じだね。一応操縦はできるが勝手に行ってくれるから便利だぜ。間もなく、南の島、南の島。サメ被害が深刻な南の島。サメ被害が深刻。よし、着陸するぞ。一度来たら二度と帰れないと言われている島。うわぁ、何そんなところに着陸してんだよ。大丈夫よ、マリササメなんていないから、がっつり食われてんじゃねえか。あ、誰か来た。やあこんにちは、はじめまして。はじめまして。どっち向いて話してんだ。君はどうしてこの島に。うわぁ、どうなってるんだ。山田手も使わずどうやって持ち上げてるのよ。超能力。そう、山田の一族は代々伝わる超能力者なのである。何その実は自分の父親元死神でした的な後付け感満載な設定。あれ、荷物が多すぎてハンバーガーが乗せられないよ。そんなん乗せるんじゃなくて食えば済むだろ。こいつ食わねえな、おかしいぞ。確かにハンバーガーは見えているはずなのに見えないふりしてる。おいまさかこのハンバーガーウプ主が作ったやつじゃねえだろうな。ウプ主が作るハンバーガーがこんなに綺麗なはずないでしょ。まあ確かにそう言われやそうだな。ハンバーガーは持って行っても仕方ないから置いていくよ。さあ次なる目的地へ出発よ。今度は寒いところに行ってみたいな。おお、一面真っ白だね。今度はここに着陸するんだな。こんな一面雪だけのところに何かあるのかな。南の島に行く予定がミスってここに来たって感じのやつがいるぜ。降りるところミスったんだろうね。仕方ない、乗せてあげよう。こいつ常に寒い寒い言ってんのか。あ、こいつもしかして下の歯日本の助じゃない？そうだ、どこかで見たことあると思ったら下の歯日本の助だったか。さあ、こいつら乗せたし本日の空の旅は終わりにしようかな。お家に帰ります。あれ、誰か忘れているような。気のせいか。早く迎えに来い。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。海底にあんな基地があったなんて驚きだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。